フリオ・イルネストズレータ・タピアは、パナマ共和国パナマ市出身の元プロ野球選手。1992年9月15日に、アマチュア FA でシカゴ・カブスと契約し、翌1993年より、カブス参加のマイナーリーグでプレーした。2000年にメジャー初昇格を果たし、4月6日のセントルイス・カージナルス戦でメジャーデビュー。代打として出場したが凡退に終わった。 2001年まで2年間にわたり、カブスに在籍し、メジャー通算成績は79試合出場、打率247.9本塁打38打点だった。2002年3月には、日本プロ野球の読売ジャイアンツが、前年限りで対談したドミンゴ・マルティネスに代わる、強打者候補としてズレータと獲得交渉を行ったが、入団には至らなかった。同年は、 カブス参加の AAA 級アイオワカブスでプレーして120試合に出場し、打率293.31本塁が104打点の成績を残した。同年9月から10月にかけては、セリーグの中日ドラゴンズがトラビス・ハフナーと共に、強打の新外国人候補として獲得を検討していたほか、パシフィックリーグで最小の101本塁だと、長打力不足に悩まされ、 フランク・ボーリックに代わる、新外国人を探していた千葉ロッテ・マリーンズも、獲得を検討していた。しかし、NPB 球団への入団は実現せず、同年10月15日に、リーフとなり、11月24日に、ボストン・レッドソックスと契約した。2003年シーズンは、レッドソックス参加のトリプル A 級、ポータケット・レッドソックスで主に一類種として活躍し、6月5日、 までに55試合に出場して204打数56、六安打12本塁打四49打点の成績を残していた。しかし、メジャー最昇格は果たせず、6月7日にリーフとなった。2003年6月13日に福岡大英ホークスへ入団した。大英は当時、主砲、国母勇気が右膝に重傷を負って同年中の復帰が 絶望的になっていたため、代役として、フィル・ハイアットなどをリストアップしていたが、最終的には、ズレータの獲得を決めた。サードを守れる大砲という触れ込みで入団したが、早急に難があり三塁手での起用は見送られた。日本での初出場は、6月23日の対、日本ハムファイターズ戦で8番ライトで、スタメン出場したが、以降は、大同点ヨシミとの併用で、 指名打者として起用された。日本シリーズ第一戦では、阪神タイガースの安藤優也から、さよならタイムリー。第二戦では、金沢武人から、ダメ押しの散乱を放っている。2004年、主砲として、レギュラーシーズン勝率1位に貢献。散乱本塁打を打つことが非常に多く、ミスター散乱とも呼ばれた。9月9日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、 ダンセラフィニから支給を受け、マウンド上で乱闘騒ぎを起こし双方退場になった。2005年は交流戦以降、膝などに不安がある松中信彦に代わり一塁一守に定着。打率、319、43本塁が99打点と、いずれもリーグ2位の好成績を記録。またオフに、第1回ワールドベースボール、クラシックパナマ代表候補に選出されたが、 日本のシーズンを優先するため自退した。2006年4月16日、対日本ハム戦で、金村明から受けた死球に下行し、金村に突進して、タックルパンチを見舞い退場処分。10日間の出場停止処分を下され、ズレータから暴行を受けた金村は4月いっぱいを棒に、振る、神経痛を負った。4月30日の日本ハム戦で復帰し、 試合前には相手のトレイ・ヒルマン監督に謝罪。第1打席ではスタンドから大ブーイングを浴びたが、先制点につながるアンダを放った。10月9日のパリーグプレイオフ第1ステージ第3戦で、第2ステージ進出を決定づける特大本塁打をインボイス西部ドームのレフトスタンド最上段に放った。この年、ソフトバンクへの残留交渉は難航を極めた。 ズレータが2年契約を求めたのに対して、フロントは単年契約を提示。最終的に2年総額約700万ドルに上乗せしたものの今度は、金銭面で折り合わず、12月25日にソフトバンクが交渉の打ち切りを決定。同29日、2年総額約900万ドルを提示し、かねてより、ズレータ側代理人の友人カサレジオから、 売り込んでいた千葉ロッテマリーンズに移籍した。2007年3月24日の開幕戦で4番指名打者で出場。6回裏にダルビッシュ有から同点満塁本塁打を放った。9月22日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦において第2打席に2塁打、第3打席に3塁打、第4打席に本塁打、第5打席に単打を放ち。 サイクル安打を達成。ロッテの一塁手には、福浦和也がいたため、主に指名打者としての出場。開幕当初は、校長を維持していたが、支給による左手小指骨折で、戦線離脱があったため規定打席の半分ほどしか立つことができず、77試合の出場に止まり打率、267、15本塁打に終わった。この15本塁打は、チームトップだった。 2008年6月7日の対読売ジャイアンツ戦で、エイドリアン・バーンサイドから、ラルフ・ブライアント以来18年ぶりに東京ドームの懸垂物に当てる認定ホームランを放った。しかし、この年も、故障や調整不足などにより73試合の出場で打率。215、8本塁打、33打点、72三振と、前年同様低調な成績に終わる。 三億と高年法に加えて、企業法に対する不満を漏らしていたこともあり、11月7日に自由契約となった。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のパナマ代表に選出された。同大会では、プエルトリコ戦とドミニカ戦に5番1塁でスタメン出場した。その後、メキシカンリーグレーのサブロンコスでプレーをしていたが、 打率2割台前半と不審にあえぎ、5月半ばで所属チームを解雇された。その後、ソフトバンク時代に師匠として仕立っていた金森英治の打撃コーチ就任に伴い、ロッテの周期キャンプにテスト参加したが、入団には至らなかった。2011年頃からは、フォートマイヤーズでバッティングセンターを経営し、有料で野球指導も行いながら、 日本球界復帰を目指してトレーニングを行っていた。2018年8月、ソフトバンクのメモリアルイベントのために来日。現在はフロリダで不動産業に携わっている。真ん中から外のボールに強い。2005年は内角のボールは5本塁打だったのに対し、真ん中、外角はいずれも19本塁打を記録した。引っ張りが基本であるが、右に打つこともうまい。 ありがとうございます。